さと当たって破れているの。Future Shinings。久しぶりね、ウミナさん。細やかな説明恐縮するわ、ウミナさん。だけど、その前に言うべき言葉があるんじゃない？練習試合をしたいというあなた方の要望に応え。はぁ？聞こえないわ。ありがとう。よく出ました。今年、西方のバトル部の部員はフミナさんだけじゃなかったの？まあ、ノルコ様、メガネ男子ですわ、イケメンですわ、もう一人も、ヤチ系のワンポカッコで、ワクテカですわ。アーティスティックガンプラコンテストグランプリを取った。僭越ながら。けど、ノルコ様、可愛い男の子たちがチチクリ合ってますわ、ワクテカですわ。あんなの、兄様の魅力の100分の1もないわ。さあ、ガンプラバトル始めるわよ。ガンプラバトルコンバットスタート。さすがグランプリホルダー、四角に回って。了解です。そんなわけないでしょ。団体2位になったことで私たちの勝利は確実。何なのこの技を。私のアルケゲだ。どうして。と対戦するのは初めてになるんだ。よろしく頼む。去年の優勝チームだろうが、私たちが勝たせてもらうわ。年下だから女だからと舐めてかかったら痛い目に遭う。あと、お兄様のこと。これでも研鑽は続けてきたつもりだ。では、明日。見るの。ギャンコ。なになに。でかい。でかい。なんだ。どうしよう、宮里学院と当たっちゃった。世界くんたちと戦えないわ。おいおい。まだ戦ってもいないだろう。だって去年の優勝チームなのよ。なに弱気になってんだよ。さあ、アイくん、ギャンコのことをよろしくね。え、行きましょう。了解。え、あ、ちょっと先輩、ユーマあ、飲みなよ、俺のおごり。前に弁当を作ってもらった俺。いらないなら俺が。飲むのかよ。なあ、元気出せって。こんなんじゃ戦う前から負けちまう。挑戦する気持ちちょうだい。え、
どうやって？明日、私のチームが勝ったらデートして。え？デートしてくれる？また？またってどういうこと？世界くんデートしたの？あ、いや、そう、星野さんとね。組み合わせ抽選会に遅れてくるなんて、去年の優勝チームの余裕かしら？なんてそ、そんなデートだなんて。どういう意味よ。張り合いないって言ってるの。なんですって？おい、あんまこいつのことバカにすんな。こいつは本気でガンプラバトルをしてる。甘く見るなってことだ。世界くん、明日があるんで俺は帰る。去年の優勝チームだかなんだか知らないが、この奴らに負けんじゃねえぞ。もちろんよ。私のガンプラに、いえ、私の盾に誓って、うん、約束。リクシュアールギャギャ、サザヒカオルコ、その他2名。カオルコ様、はしゃぎすぎですわ。約束を果たす。よくも、そこをどきなさい。やはり見かけ倒しじゃない。なんですって？自分たちの実力のなさを。ごめんね、世界くんじゃなくて。またギャンコと戦う時に会えばいいって。思いついたわ。私が作る新しいガンプラの姿。今日の敗北で新しいアイデアが浮かんだの。早速家に戻ってガンプラを作らなくちゃ。次こそは宮里学院に勝つ。海田さん、あなたにも、そして世界くんにも。素直じゃないんだから。これでビルドバーニングはあと10年戦えるわ。そうか。あとはこの盾を装着すれば。何をしてるのよギャンコ。決まってるじゃない、世界くんのガンプラ作りを手伝ってあげてるの。邪魔してるでしょ。ん、私のウィニングに勝手に武器をつけないでよ。私が作った盾が気に入らないっていうの。当たり前でしょ。これがセク。ルミナさん、塗料とプラバン持ってきてあげたわよ。ありがとうギャンコ。ね、いきなり頼んじゃって。それはいいけど。ん？あれだろ。私が出るから作業してなって。ユウくん、世界くん。おい、どうしたの？それがさっぱり。昨日の
しい。